ました甲子園球場です。セ・リーグ公式戦阪神タイガース対読売ジャイアンツの11回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮山さん、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、タイガースは先発投手ですよね。はい、制球が甘くなって自分から崩れたりするんですよね。今日は強い気持ちでしっかりと打者に向かってもらいたいですね。交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。9回、最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神藤川、声援を背負っての登板となります。最終回を迎えています。どういったことがポイントとなってきますか？いや、これはもう余計なこと考えないことですよ。とにかくストライクを取るということですね。なるほど。低めストレート、ストライク。148キロ。3球目は何で来るか。アウトコースへのカーブはボールです。インコース決まった。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。大きく外しています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは8番小林。藤川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神藤川がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は？今日のピッチング期待できそうですよね。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには代打の高橋。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。これが初球。初球ストライクを取りました。これが2球目。高め絡み、このボール2ストライクです。ファウルになります。これが4球目。三振を取りました。試合終了。試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。小宮山さん、今日はピッチャーは打線に助けてもらったと言っていいでしょうね。そうですね、まあ、長いペナント考えればこういう日もありますんでね、まあ、次はしっかりと抑えてくれるでしょう。まあ、そのあたりは持ちつ持たれつなんでしょうね。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。